はい、ということで今回はこれ、これね、ジャイロスター31を使った表層バッチングをやってみたいと思います。で、まあ秋になるとバスが適するようになって、横の動きに対して反応が良くなるということで、水面直下の炸裂バイトをこのジャイロスター31でやるんですけど、まあタックルはダブルダッチ 78MH に P ラインスチューター55ポンド、このタックルでやってます。で、ジャイロスターはワカサギのサイズに合わせて3インチ、ここ2、3年ぐらい、まあ今までだと 3.5 インチをメインに使ってたんですけど、ベイトフィッシュの大きさに合わせて3インチっていうのが、バイトも多くてでかいやつも出る、この組み合わせでやってます。で、フックはこれね、ハヤブサのハイパートルネード20、3インチには20、 3.5 インチには30っていう感じでやってます。これね、これを水面ピロ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 ープルーッ巻いていく、プチョンっていう感じの釣りをやります。で、まあよくここ最近、ここ数年だとスピニングで愛字引きスーポンっていうやつが流行ってるんですけど、それとはまたちょっと違うパターンで、表層バジングは基本的に、まあこう後ろに見えるマットカバーに対してカバーの上に乗して、そこを引いてきてカバー抜けた瞬間ブシュッっていう感じの釣り方なんで、絶対にこの P ラインっていうのは必須で、取るためのタックルセッティング55ポンドっていうのが大事です。これでいかついやつが水面炸裂ブシュッって出たり、まあちっちゃいやつがプチュプチュプチュって出たりするんですけど、数も釣れてでかいやつも取れるっていうのがこのジャイロスター使った表層バジングでは。やってみます。
はい、ということで今回やってるジャイロスター使った表層バジングなんですけど、まあ基本的にはワカサギパターン、ワカサギがボイルしてるとこにバスがスイッチ入って水面炸裂バイトっていう感じのを狙ってるんですけど、オープンウォーターでボイルが起こるとやっぱりミスバイトが多いで、こういうマットキワキワでボイルが起こるとワカサギがバスに追いかけられてマット壁に対して追い詰めて捕食するっていう現象が起こるんですけど、それがめちゃくちゃフッキングも決まってでガチで食ってきて水面炸裂バーンっていう感じで出てくるっていう、なんで基本的にはオープンウォーターで追い詰めてきたワカサギがこう今のマット左側に見えるマットに対してバスが追いかけてそこで捕食するっていうのをジャイロスター31使った表層バジングで狙ってます。なんでやっぱ壁があるとそこで追い詰められるんでバスもそこで本気で食ってくるんでフッキングが決まるっていう感じでやってます。ジャイロスター表層バッチング。